今日はラスベガスから30分のパイユーテリゾートという、砂漠のど真ん中にあるリゾートに来てます。今日は、チャンピオンティーガルで、6600ヤード、イーブン以下の場合は100ドルプラスホールマッチカットで100ドル300ドル目指して頑張ってください。頑張ります。5番ホール、5番ホールです。左ドッグレッグです。5番ホール、青いカップのティーショットです。ナイスショット。バンカーの砂煙が、竹内さんの5番ホールティーショットです。ナイスショットですけど、グリーン右サイドは左ドッグレッグですので、セカンドで距離がいっぱい残ります。5番ホール、モエカプロのボールですね。この左のバンカーに入って跳ねて出たというところです。スタンスは取れるし、左足上がりなので左足下がりよりは打ちやすそうです。230ヤードアゲンストだそうです。ティーショットここまで来て、今セカンドショットを打つところです。まあまあ低い球で刻んだ感じですね。モエカプロレイアップするそうです。ナイスです。綺麗な球、ただ左足上がりだったんでかなり高い球です。向かい風で残り73ヤード向かい風なので80ぐらい打つつもりで、54度、56度で打つそうです。3打目です。パー4、3打目、ちょっと硬い薄い音がしたけど、もうナイスっぽいですね。ボイカプロ70ヤードで60度です。70ヤード60度で打つそうです。ここに刻んで、これパー4の3打目です。ナイスです。これは寄ったと思います。ナイスオン。パイユーテかなり強いです。風が強いです。モエカプロここに3オンしてます。2メートルほどのパーパット。惜しくも外れてしまいました。ボギーです。連続14ホールパーがここで止まってしまいました。竹内さんも2メートルほどのパーパットです。モエカラインを見たので入れないと。ボケです。 OK 出ました。2人ともボギーボギーで終わりました。6番ホールパー5です。やや右ドッグレッグです。お、ちょっとフェードが大きくかかってるんでラフかな。6番ホールパー5、竹内さんのティーショットです。お、ちょっとダフって、砂漠越えた？越えた？え、もう大丈夫でしょう。竹内さんのティーショットはチーピン気味であまり飛んでなくて、200ヤードは飛ばしたい、第2打目です。ロングホール、まあまあだけどショットは悪くないけどちょっと右ですね。お、飛んでるけラフかもしれない。ラフ、いや真ん中出ない。はい、モエカプロの6番ホールセカンドショットに入ります。刻みます。ナイスショー、完璧です。完璧です。竹内さんの3打目、上り追い風143ヤード8番アイアンだそうです。ちょっとダフった感じで左に引っ掛けてしまいました。
ちょっと今カートが走ってるあたりに行ってしまいました。モエカプロ88ヤード残り88ヤードで3打目です。ロングホール54度で行きます。ナイスです。旗まっすぐ、ナイスショット。竹内さん3打目左に引っ掛けてグリーン左にこぼれてます。これから4打目です。お、良いかも。あー止まらないですね。向こうに下ってるグリーンなのでまだ動いてます。竹内さんここに4オンです。まだ7、8メートルあるパーパットが残ってます。モイカプロバーディーパットです。右です。 OK、 はい、スパここがですねパイユーテゴルフリゾートのクラブハウスです。今から180度回します。今これが、7番ホールティーグラウンドですね。こちらが広大なゴルフ練習場です。これが雪山で3000メートル級の山がありまして、ここには雪が積もってます。ここにはスキー場もあります。これがクラブハウスです。7番ホールバンカーの左じゃないと、もうアゲンストなんであのバンカー越えられない、はい、短いパー4ですけど非常にトリッキーで超アゲンスト。フェアウェイに5つバンカーが並んでその奥がグリーンです。ドライバーで行きます。おっチーピンが出てしまいました。うわボールはありますね。フェアウェイからラフに 1、2 メートル入ったところです。セカンドショットが長くなってしまいます。バンカーの左エッジ左5ヤード。モエカプロこれバンカーが5つ並んでる3つ目右から3つ目のバンカーの奥がグリーンです。距離はないんですけどトリッキーです。ナイス。欲を言えばもうちょっと右の方が良かったかな。フェアウェイど真ん中。竹内さん左に曲げてラフです。残り142ヤード強烈な向かい風です。これは凄まじい向かい風。ちょっとボールもラフで沈んでます。これは乗ったらお見事でしょう。おいいかも。お見事ナイスオン。一番奥にナイスオンですね。ちょっとこぼれたかもしれないですけどナイスです。7番ホールモイカプロナイスショットでフェアウェイど真ん中から残り112向かい風です。9番アイアンでいきます。ナイスショー。お綺麗なフェード、ナイスオン。向こうのラフから打った竹内さんのセカンドショットはここに乗ってるというかわずかにこぼれてます。竹内さんのサードショットです。サードショット。お、バーディーなるか。
ああ、曲がる、逆に。ちょっと待ってよ。逆に曲がってすごい、ちゃうの、すごい下りで2メートルの上り、パーパットを残しました。こんな行ってしまうの。モイカプロバーディーパットです。ここハンデないのよ。モイカプロ3メートルのバーディーパット、ここで取り返したいところです。違う OK を出しません。残念、ボギーです。切りました。モイカプロ60センチほどのパーパットです。ナイスパースノーマウンテンコース8番ホールは砂漠に向かって打つパー3です。ここは、名物砂漠に向かって打つパー3です。ちょっと打ち直し、なんか意気込みを、ワンホールダウンしてるんでしょ。ワンホールダウン、はい、意気込みをバーディー狙いですか。6番ユーティリティで、はい、なんとか寄せたいと思います。はい、風で揺れて、ハンデありません。ユーティリティ6番で170ヤード狙います。パー3 8番ホールです。ナイスショー。いいんじゃない、風に流されて。素晴らしいねこれ。あ、ショー、お、ちょっとショート向かい風、やっぱ風で少しな、あれなのかな。7番ホール、竹内さん170ヤード6番ユーティリティで打つそうです。風に乗せて右からの向かい風です。あらららら、それドミギに出てドフックがかかって戻ってきて、おお、結果的にはそんなに悪いところじゃないですね。バナナボールです。竹内さんのパー3、8番ホールパー3のティーショット、ここに止まってます。グリーンまで20メートルぐらいあります。選手直伝のへそで打つショットだ。ちょっとダフり気味に入りました。モイカプロの2打目。高い球で行きました。悪い例といい例。ナイスです。竹内さん、2オンして残り10メートルぐらいのパーパットです。距離はちょうどですけど、思ったほど曲がりませんでした。7、80センチ残して OK は出てません。モイカプロの2メートル弱のパーパットです。あー、引っ掛けた。残念、ボギーです。竹内さん、これ入れて、よいしょ。じゃあこれは1メートル弱のボギーパットです。引き分け、引き分けです。もうガツンと、もうナイス、ナイス、ボギーボギーボギーで引き分けです。はい、ここは9番ホール、グリーン手前池があって非常に美しいコースです。ナイスショット。ここはフェードしてた方が得ですね、セカンドショット。もうナイスです。おお、すごい飛んでます。9番ホール、竹内さんのティーショットです。おお、ナイスショット。今日一、まっすぐです。治ったじゃん。チーピンが出るときはボールが離れてるんだよね、体から。
ここは9番ホールセカンドショットの地点です。名物ホール、非常に美しいコースです。伊賀は砂漠です。モイカプロのボール、アンラッキーにもちょっと目つちしてない場所にはまってます。残り何ヤードですか？109ヤードで46度。109ヤード46度でいきます。ナイスショットでした。残り112ヤード。ピッチングだと大きいのでアプローチウェッジだそうです。セカンドショットです。超フォローなんで、お、これいい感じ、非常にいい感じ。ナイスオンです。お、見事、モエカプロより近そうです。モエカプロより竹内さんの方が近くにバーディーチャンスに乗せてます。モエカプロのバーディーパットです。惜しい。竹内さんのバーディーパット 1.5 メートルぐらいです。惜しい、残念ながら両者パーです。